この二択、この二択、いや、メアリー、メアリー、メアリー、ジェイコブ、ああよかった無事だったんだ。メアリー、メアリー、ごめんなさい、メアリー、僕、よかった命があって、命と言っていいのかわかんないけど。私の大事なお人形、今はまた会えたことを喜ぼう。ああ、メアリー臭い。すごいまっすぐな言い方で言ったね。これはその食べ物ぶちまけたせいかな。島の人たちの形見だよ。そうだね。当時はまあメアリーはどう思っていたかあれだけど、あんまりいいものではなかったけど、結果的にそのおかげで救われたんだね。不思議な因果だな。くそ、何が大事なお人形だ。よく聞けドーレマ、顔はクオラン、目はキュメロ、足はオザーキ、手はリンゼ。これバラバラだったのか。一人の人間じゃなくてつなぎ合わせてるんだ。心は狩人、俺たちの仲間だ。この狩人コンビはなんか何回も言っちゃうけど、狂気的な感じからしてあんまり仲間というのを慕わないのかなと思っていたけど、なんとなく今の言い方ニュアンスからして普通に仲間を大事に思っていてって感じがするね。ただの仕事仲間とドライに付き合っていたというよりは、二人なりに最低限なんていうか仲間としての親しい意識があったように感じるね。それを勝手につなぎ合わせてゴーストにするなんて、おぞましいゾンビ、てめえを真っ先に浄化してやる。ハチポチ、これ大丈夫かな。なんかそういえばこれってみんな助かるんだっけ。それってまだ分かってないよね。最終的にはハッピーエンドになると今までの公演的にも思うけど、全員が助かるかってのはちょっとまだ確信ないな。無事でいてほしいけど、ハチポチ気をつけて。あ、よかった、噛みついたんだ。なんて声だよ。鼓膜が破ける。犬コロのゴーストめ、脳天ぶっ飛ばしてやる。うるさいってことか。犬、俺のことを犬って言ったのか。やった、ついに誰もが認める犬になれたぞ。この状況でもこういう風に振る舞うというか、振る舞うというか、これが本当にハチポチたちのなんか素の姿なんだよね。きっとこういうところに憧れて、メアリーはゴーストの仲間になりたいって思ってたのかもしれないな。ハチポチ、あっとそうだ、今はそれどころじゃない。みんな逃げよう。そうだね、戦う。いやでも逃げても島の外には行けないだろうし、カリウドは他にもいるし、だよな、援軍が来たんだもんね。およ、シャルル。これどうすればいいんだ。でも国からの援軍が来てて、その船はその1個しかなくて、で島の住人はみんなもうほぼ焼け死んでる状態でって、この先どうなるんだろう、メアリーたちは。お疲れ。でも何か、これは疲れたとかではない、何かあったかな。勝ちたい、クォーツが一番だって証明したい。うん、だからこそ盾、そうだよね、ソウ君にとっては一番の難関というか壁だったもんな。
さっきちょっとだけその剣を抜いてっていうシーンがあったけど、そこでちょっと思い出してしまったのかもしれないね。この先もっとちゃんとした盾があるんだっていうのを。盾が怖い。そうだよな。いや、お芝居でもそうだけど、まして体を動かして表現するもので、その場の気合で急に良くなるなんてことは、なんていうか物理的に無理だもんね。どんなに気持ちがあっても、それは努力による積み重ねでしかできないだろうから、怖い怖いよな。そうだよね、そうちゃん。シャルルと行動してるときは平気なんだ。でも、ああそうか、一人になるんだもんね。シャルルがやられて激高して盾に入るんだもんね。シャルルが死んだ後、一人でメアリーやゴーストたちに立ち向かっていくのが怖い。大立ち回り、ラストのシーンが怖い。ここまできっとソウ君も私も立花さんも、その多分自分たちなりに本当にできることをやって納得いってるかは分かんないけど、でも結果がどうであれ悔いのないくらいはやったと思うんだ。できたと思うの。でもだからこそこの先の盾でもし自分があまりよくできなかったらって思うと、ソウ君にとってその盾に全てがかかっていると言っても過言ではない意識になって、まあ当然だろうから、プレッシャーは尋常なものじゃないだろうな。今の熱量でいけばなおさら僕の盾が拙く見える。鈴くんレベルの盾ができないと話にならない。そうか、そうだよな。フィガロの芝居がすごかったからこそ、そのフィガロに見合うだけの戦い方をしないと、急にフィガロではなく夜長そうしろという人として舞台に出ることになっちゃうんだよな。その辺が芝居の難しいところだよな。今の熱を冷ましたくない。どうしたらいいんだ、どうしたら。でもここ、いやでもさ、やっぱ、いやなんかここを今褒める点ではないかもしれないけど、ここでやっぱり自分はダメだじゃなくて、必死にどうしたらいいんだって、自分でも強引でも無理やり前を向いてそれを模索してるっていう、この時点でやっぱソウ君はすごい成長したんだよ、秋公演で。問題はその意識、確実に成長してる意識のその方面は正しいから、そこからもう一歩先に行って本物のすごい役者になれるかっていうのがここにかかってるのかも。そうちゃん、きっとずっと不安だったんだ。でも私を支えるため噛み締めるようにこらえていた。うん。舞台が進む、盾のシーンが近づいてくる。泣いてもわめいてもだよね。今こうやって舞台袖にいる中でも、今このイラストには映ってないけど、すぐ目の前でシーンがどんどん進んでいってるんだもんね。私にできることを。これきっと選択肢だよな。違った。あ、曲か。ハレルヤ、友よ我が神の名を叫べ。
フルコンボだ、よかった。なんかシステム的には S とか以上取れば大丈夫っていうあれなんだろうけど、さっきの立花さんの私にできることはっていうシーンがあったから、なんか絶対失敗したくないなって思いで挑んだら背景全然見えなかった。今回結構難しかったな。そんでかっこいいね、最初からちょっとなんていうかオーケストラ調のこう印象に残る感じではあったけど、終盤のじわじわと盛り上がりつつなんとなく絶望的な音が広がってく感じが、終盤物語終盤って感じがしていいね。で、背景さっき全然見えなかったって言ったけど、一瞬だけ城田先輩がズームになった時だけはなんか記憶に残ってる。あってなった。もっとやっぱちゃんと見たいな。鬼ごっこおしまい。あ、これは舞台側だね。シャルル、僕たちも早く国に帰りたいものでね。フィガロ囲まれた、黄昏だ、袋小路、島の掃除。うまいな。いよいよラストだ。この後最後の盾が来る。盛り上がりどころだもんね。地震からしてもうだいぶお客さんはこの舞台の世界にその一人の住人のように入り込んで見ていることだろうと、勝手ながらでも自信過剰ではないと思う。そう思うから、やっぱりだからこそここで夜長宗四郎に戻らないようにするのがアンバーに勝てるかどうかの大事な一手だと思うんだ。何かできるかな、何が。でも私やられちゃうんだもんね。できるとしたら何か声を一声かけて、せめてその意識をもう一歩前にさせるとかぐらいしか。でもその前にシャルルの終わりが。そうだよね。ああ、そうか、できるとしたらシャルルのその最後をより一層すごいものにして、なんならアドリブでフィガロに一言入れたりすることで、夜長宗四郎という役者ではなくフィガロがもっとシャルルの死を悲しく受け取って、もっともっと怒り狂うことによって、もはや芝居とかいう領域ではない怒りに身を任せた戦い方になることで、もしかしたら
拙い盾というその次元じゃないものにできるかも。勝手にいっぱい喋ったけど、そういう感じかな。シャルル、ドールマンを狙って。どうして？メアリーはゴーストじゃない、人間なんだぞ。死者を冒涜しゴーストを作り出した罪人です。国に連れ帰って裁きを受けさせる必要もないでしょう。だってさ、俺も同意見だね。まあ最終的にはどっちみち死刑か何かにするつもりだっただろうし、ここで殺してしまえばね、どっちみちそれが彼らの国の何かの違反だったとしても証拠は残らないもんね。フィガロ、シャルル、私は今でも君たちのことを友達だと思っているよ。そうだよな。いや、メアリーはなんか名前のフィガロ・シャルルって言い方からして、なんかトーンというか友達だと思ってんだろうなとはうすうす感じてはいたけど、やっぱそうなんだね。でそれもこれもやっぱり皮肉じゃなくて、メアリーは本気で言ってるんだよな。それはどう思う？ではさようなら。危ない！ああ、教授くんじゃない、間違えた。ブクロ、何するんだ、離せ。ここから大鳥くんとつかみ合い。そうなんだ。ブクロ、逃げろ逃げろ。ああ、なんかすげえすげえ見せ場だなこれ。今までブクロってやっぱセリフ的にもギャグっぽいキャラクターとして一貫してきたけど、ここの窮地を救うのは、最初に救うのはブクロなんだね。このギャップかっこいいよね。メタだけどやっぱこういう展開すげえいいな。ギャグキャラかと思わせて、すごいかっこいい活躍をするっていうの。ブクロ、君は？そうだよ、でもブクロも一緒に、みんなで一緒に行きたいよな、メアリーとしては。ブクロ、大丈夫かこれ。ブクロ、これもしかしてダメなやつかな。ブクロ、体が押されていく、海が近づく。あ、これ一緒に身投げするつもりか。うわー、マジか、ブクロいいやつだったのに。いや、でもシャルルが死ぬってことはこれブクロも飛び降りるってことだよな。シャルル、シャルル、そうな顔。これはフィガロもソウちゃんも偶然だけど一致してるね。二人の気持ちとしてどっちも不安な顔として合ってる。やめろ、邪魔するな。行かせない。あ、これ鍵かっこないな。これアドリブか。置いていけない、一緒にいたい。アドリブっぽいな。だとしたらブクロ、教授くんも今合わせてくれたんだ。フィガロ、シャルル、でもやめろ。シャルル、台本として落ちる一歩前でシャルルとしてフィガロと離れたくない、その台本を超えた気持ちを言葉にしたんだね。これはきっとフィガロにすごい大きな、そのシャルルとしてでもフィガロの役を作ってるソウ君には立花として何か伝えたいことがあったはずだっていうのが絶対伝わったはず。みんな早く船に。いい場面だからさらっと言うけど、これ新人公演の時セリフ飛んで私のアドリブに普通のセリフでしか返せなかった教授くんが、ここアドリブで行かせないってとっさに察して入れたの、成長を感じるよな。教授くんも私たちが知らないところでやっぱどん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 上手くなってんだよな、きっと。
ありがとうね、教授くん、合わせてくれて。そんで、その袋の状態で動くのすごい苦しいだろうね。最低限なんか確保できるように、なんかマスク的なのはあるだろうけど。どれだけバカ力なんだ。ありがとうね。でもこれは、立花ではなく、きっと、シャルルのフィガロを思う気持ちによるシャルルの力だったんだろうね。死にたくない、離れたくないっていう、なんか夢物語な嘘みたいな話かもしれないけど、そう思う。僕を押しのけて逃げてしまうんじゃないかと思ったぞ。でもそれを必死に抑えて、ブクロはメアリーたちを救うために押し返してくれたんだね。ありがとう。フィガロにとってはそれは辛いけど、辛いことだったと思うけど、ブクロがあそこで負けじと押し返してくれたから、この物語はまた元に軌道に戻ったんだ。逃げたかったよ、そうちゃん、フィガロ。シャルル、シャルル、あ、これアドリブだ。今鍵カッコがなかった。本当はシャルルになんてことをって許さないって切りかかるところを、多分きっと落ちたシャルルを、シャルルがいた落ちたはずのところを多分ずっと見てるんだ。この二択、この二択、いや、いや、でもちょっと教授くんのこととか、今のソウくんのフィガロとしてシャルルへのアドリブとかいろいろ思って今じわじわ泣いてたんだけど、ここで加えてこの二択来るか。そうちゃん、あとは頼んだよ、フィガロ復讐を。復讐っていう言葉、なんか普通のその兄弟の物語とかだったら、ここで復讐って出すのっていいのかなって思っちゃうんだけど、ただ狩人コンビだから、フィガロとシャルルは、だから二人にとって復讐っていう言葉は、なんて言うんだろう、世間一般、私たちが平和に生きてる社会とはまた違った絆とも言える表現でもあると思うんだよね、仲間の復讐を果たすっていうのは。そんでそうちゃん、そうくんのことはもちろん心配なんだけど、ここはシャルルとして言うべきだよなー、セリフ、復讐を。フィガロ、復讐を。俺たちを引き離したあいつらなんて絶対に許すな。Thank you.